ムーミン谷にありそうな建物の会津日野原駅に寄り道します。会津日野原駅はムーミン谷にあるような駅舎ですよ。駅前です。秘境駅の雰囲気は只見線会津日野原駅に到着。ムーミン谷にあるような雰囲気で可愛いです。こんな感じの駅舎ってなかなかレアですよね。あ、北秋田市のぬかざわ駅も超レアですよね。現在、只見線は会津若松駅から会津川口駅までは走ってますが、只見線の会津川口駅から只見駅間は復旧工事中。只見線は2022年令和4年の全線開通予定です。このキャラはキハちゃんだよ。第2話は1、只見線会津日野原駅。2、道の駅尾瀬街道三島宿スタンプラリー。3、道の駅奥会津金山スタンプラリー。4、幻の青葉と豆腐玉なし豆腐茶屋。以上になります。全線開通したら只見線会津若松駅から終点の小出駅まで乗るぞ。只見線は全線で路線距離 135.2km、 只見線で行く祈祷湯めぐり列車旅もいい感じですね。さあ次は国道252号沿いにある道の駅尾瀬街道三島宿でスタンプをします。道の駅の2階屋上から只見川を眺めてみます。近所のトンネルの上の展望台からはもっともっと素晴らしい光景が見れるそうです。いつの日かそこから絶景を眺めたいですね。カントリーロード行きますよ。国道252号奥会津シンフォニーロード2014年12月設置、東北発、次回頑張ります。じゃあ薄いけどね、まあ途中からでも取れたらいいんじゃない。次は道の駅奥会津金山です。国道252号の道の駅、尾瀬街道三島宿から約 17km、 約20分。まずはスタンプをします。
おすずを。塩天然炭酸水のコーナーもあるよ。絶品の豆腐を食べた後、天然の炭酸水が湧き出ているところで飲むので買いません。その天然炭酸水は総理官邸でも飲まれてたんですね。すごい。今回は桃のプリンを買って食べました。エゴマもいろいろ揃っているのは嬉しい。只見川の鉄橋も見えますね。こういうのっていつまでも見ていられる。只見線会津川口駅、会津若松駅から只見線で1時間50分で来れます。会津川口駅から玉梨温泉方面に約9分、約 6.9km。 走ると幻の青葉と豆腐、玉梨豆腐茶屋に到着。奥会津百年水といわれる湧き水を使用した豆腐屋さん。風味豊かな固めの生揚げが大好きで、リピで再訪しました。コロナ禍前、数年前の初夏の訪問ですので、現在とは多少異なる部分がありますが、ご了承ください。独特の店内の雰囲気が好きです。これは好みが分かれそう。この時、そこをチョウザメが泳いでいることを知らなかった。なんと、これが床の下を泳いでいたようです。今回は2人なので、幻の青葉とジャンボ生揚げと、幻の青葉と豆腐にしてシェアします。玉梨では枝豆のことを青葉とと言います。奥会津百年水の湧き水で作られた豆腐が来ましたよ。ずっしりと重量があり、豆の味が濃く美味しいです。生揚げは外側カリッと、豆腐は固めで好みです。
会津の山塩で食べます。水がいいんですね。豆の香りと豆の甘みもわかります。豆腐の後は幻の青葉と豆おからドーナツ。もさもさ感がないのでいくらでもいけそう。幻の青葉と豆乳は濃厚で豆って感じです。大変美味しくいただきました。2人で1780円なのでもう少し安いといいですね。第2話は終わりです。次回は大塩天然炭酸は死亡事故前の訪問です。入浴料が100円の濃厚温泉、滝沢温泉民宿松の湯、滝沢天然炭酸水に行きますので一緒に行きませんか。前回訪問した時の動画はこちらです。よかったら覗いてみてくださいね。ご視聴誠にありがとうございました。私の他の動画もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching until the end. またよろしくね。